佐伯洋平は、日本の実業家。栄養入試専門塾、栄養技術塾長、ルチシ CS 株式会社代表取締役、一般社団法人リビジョン代表理事、福岡県北九州市生まれ、有力政治家が排出した安倍家と登園にあたり、祖父は元外務大臣、安倍晋太郎の地元公園会長、曾祖,祖父は山口県長門市長を務めたと言われる。 2010年、慶応義塾大学法学部政治学科に、英語入試で合格。2014年4月、慶応義塾大学大学院法学、研究科政治学専攻課程へ進学。2016年3月、慶応義塾大学大学院法学研究科修士、課程修了。2010年12月、英語義塾を設立。日経ビジネス学会で活躍する。 平成生まれ30人に選出され、また、第2回学生企業化排出プロジェクト、金山社長賞を受賞。2013年、リビジョンを設立。2013年12月、女子高校生未来会議共同発起人。2015年4月、東北高校生未来会議共同発起人。2015年11月、全国高校生未来会議共同発起人。 2014年2月22日、衆議院憲法審査会に参考人として招致され、日本国憲法の改正手続きに関する法律の改正案に関して、投票権年齢と選挙権年齢の同時引き下げを主張した。2015年5月、衆議院政治倫理及び公選法改正特別委員会で意見陳述。2016年6月26日、 渋谷駅八甲前で自由と民主主義のための学生緊急行動の奥田愛きら、主張や立場が異なる6人と共に、18歳選挙権、実施後初めての選挙となる、第24回参議院議員通常選挙での投票を若者に呼びかける緊急アピール行動を行った。政治家を目指しており、東京都知事、小池百合子主催の整形塾、希望の塾に参加している。 ありがとうございます。